村井秀樹は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員、内閣府大臣政務官。埼玉県浦和市生まれ。浦和市立別所小学校、市立会常中学校、高等学校を卒業。大学入学時は理系だったが、国際政治に興味を持ち文典。東京大学教養学部総合社会科学科国際、関係論文化卒業。2003年。 財務省に入省。FTA 交渉、税務行政、農林水産行政等に携わる。2008年から2010年までハーバード大学大学院に留学。2010年ハーバード大学大学院終了。また、同大のケネディ行政大学院で客員研究員を務めた。帰国後は財務省主税局で課長補佐、三時間補佐を歴任。 社会保障と税の一体改革等を担当。2011年9月に財務省を退官。翌月自民党埼玉県連の公募を経て、衆議院埼玉県第一区支部長に就任した。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙で埼玉一区から自民党公認、公明党推薦で出馬し、民主党の竹政光一を、 約2万秒差で破り初当選。2016年8月、副幹事長に就任。2016年、小泉晋次郎議員がトップを務める、2020年以降の経済財政構想省委員会の事務局長に就任。レールからの解放、人生100年時代の社会保障へ、子ども保険、厚生労働省再編案などの提言を中心となって取りまとめる。 2017年8月7日、第三次安倍第三次改造内閣にて、内閣府大臣政務官に就任。茂木大臣の下では、経済再生、社会保障、税一体改革、経済財政政策を担当し、麻生財務、金融担当大臣の下では金融庁を担当。同年十月の、第十八回衆議院議員総選挙で、相手候補に三万票以上の差をつけ、 たけまさに比例復活を許さず参戦。2018年3月、小泉商委員会の問題意識を引き継ぐ形で立ち上げられた2020年以降の経済社会構想会議でも引き続き事務局長に就任。2020年6月時点において自民党政務調査会で年金委員会事務局長、薬事商委員会事務局長、競争政策調査会事務局長、 司法制度調査会事務局長、周期入学制度検討、WT 事務局長、金融調査会デジタルマネー推進 PT 座長、衆議院改革実現のための PT 事務局長、スポーツビジネス省委員会事務局長などを務め、様々な政策の企画立案、取りまとめを担当する。2020年9月、国会対策副委員長に就任。予算委員会、 文部科学委員会を担当。コロナ対策を裏付ける補正予算の成立や35人学級を実現するための義務教育標準法の改正などに携わる。ありがとうございます。